この赤坂駅の運転手さんすごいなんか緩い感じがする。すごい緩いんですよね。ちょっと待って、まだ発車しません。ちょっと待って。 OK OK。 はい、赤坂駅発車いたします。自動進行。京阪の旧車内チャイム。ああ、なるほど。始発の金沢文庫も縦列電車です。なるほど。まあでも電車とね、路面電車は違いますからね。止まんないぞこれ。はい、新中川町でございます。停車します。少々お待ちください。はい、赤坂行きでーす。はい、12時までください。発車します。次は、新大久町、秋山眼科クリニック前で次止まります。グリーンフィートのフワートライバー、ご覧ください。はい、新大久町、止まります。怖いよ。結構下ってるんですよね。そんな気がする。はい、ありがとうございました。新大工町です。忘れ物にご注意ください。よいしょい。はい、新大工町です。ありがとうございました。赤坂行きです。はい、順次されてください。発車します。語尾が上がるのはすごい緩い感じがしますね。赤坂行きでございます。いや、すごい緩いですね。よし。はい、進行。また前に電車いるんですけど。また前に電車いるんですけど。諏訪神社前でございます。お知らせが停車いたします。少々お待ちください。はい、お待たせしました。長崎駅前方面の赤坂行きです。赤坂行きです。まもなく発車いたします。起動進行。次は東海道前、中国祭館、景華園前でございます。分かるから進め、個別教育。次、公会堂前でございます。よいしょ。はい、進行。はい、進行。バスの方が早いし。負けるか。いや、やめて。やめて。はい、一度止まります。止まれないです。あ。でもさっき直進だったから多分直進でいいんですよね、きっとね。はい、信号待ちです。お待ちください。多分いいタイミングで入ったと思います。
これね、この止まってる間にこうなんか車が走ってるといいんですけど、まあ、なかなか実車なんで難しいところはありますね。お、発車するぞ。はい、お待たせしました。動きます。あ、間違えてた。あ、じゃあちょうどいいタイミングだったのかな。トロコン反応になってるから。では、ありがとうございます。まもなく公開道前に到着です。お降りの方はお知らせください。よいしょ。止まらないぞ。はい、公開道前でございます。長崎駅方面の赤坂行きです。はい、どうぞ。はい、少しお待ちください、オペレーター。はい、お待たせしました。はい、発車します。どうぞ、座ります。はい、次桜町止まります。あ、今のあそこのポイントが脱線したポイントですかね。よいしょ。進行いけるかな。いけそう。ありがとうございました。桜町でございます。忘れ物のないようにご注意ください。桜町です。抜きで合わせないで足して止めた方が止めやすいんですよね。はい、桜町に到着でございます。ありがとうございました。ありがとうございました。すごいこの人よく喋るな。マイクを外だったり中だったり切り替えながらよく喋りますね。進行よし。長崎駅前は7分。あ、結構早いね。珍しく遅れてない。普段結構遅れるのに。危ない危ない。思わず反応しちゃうよ。大丈夫なんだけど、大丈夫なんだけど、ついブレーキ入れちゃうよね。ご乗車ありがとうございました。長崎駅前でございます。信号待ちです。少々お待ちください。5分でしょ。長崎駅前は7分だから、あ、結構いい感じで早め早めですね。うん、長崎電機のこの路線が今一つつかめてないから、どこでどう分岐するかが全く分かってないっていうのもあるんですけどね。まだかな。はい、動きます。ありがとうございました。長崎駅前でございます。忘れ物のないようにご注意願います。この電車赤坂行きです。
はい、ありがとうございました。長崎駅前です。はい、後の方先に降りてください。どうぞ。ありがとうございました。はい、すいません、どうぞ。はい、お願いします。ありがとうございます。後の方先に降りてくださいということは、両替した人がいたということですね。お返しでしょう。発車します。ご注意ください。はい、発車します。まもなく発車いたします。赤坂行き、まもなく発車いたします。定時に出れそうですね。はい、赤坂行き発車いたします。ドア閉まります。よし、進行。今日は信号いい感じだな。はい、次八千代町止まります。なんか危ないぞ、また危ないぞ。ドキドキする。もう路面電車の運転さんやっぱ大変だわ。はい、ありがとうございました。八千代町です。はい、赤坂行きでございます。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。赤坂行きでございます。まもなく発車いたします。信号待ちです。少々お待ちください。まだ閉めません。ぼちぼちかな。はい、赤坂行き発車です。ドア閉まります。はい、よし。信号待ちです。お待ちください。路面で動きます。路面電車さん連れて2人乗りの原付とかあったらお蔵になる。いや、どうなんでしょうね。どうするんだろうね。いや、自動二輪だったっていう75cc だったっていうことにする。それに違いない。まさか取り直さないでしょうね。ありがとうございました。宝町でございます。忘れ物のないようにご注意ください。宝町です。はい、どうぞ。ありがとうございます。はい、どうぞ。ありがとうございました。ありがとうございました。宝町でございます。ありがとうございました。宝町でした。はい、ありがとうございました。他いらっしゃいませんか。どうしよう。はい、では発車いたします。よし。次は電車町ミラループのダイヤとなるが発車前です。はい、次前座町とあります。猛烈な勢いで逆走してますね。進行、大丈夫かな。はい、進行。今日はいいね、快調だね。ありがとうございました。前座町です。忘れ物のないようにご注意ください。前座町でございます。
はい、全座町でございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、どうも、ありがとうございました。発車します。はい、発車します。長いぞ。まだ20分かかるのか。結構遠い。はい、です。信号待ちです。お待ちください。はい、発車します。うん。ありがとうございました。森町でございます。忘れ物の内容をご注意ください。森町です。路面電車の運転手さんがだるそうに喋る理由が分かってきた。だるい。ありがとうございました。森町でございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、よっしゃしゃ。7.4 キロ33分。16分30。ああ、そんなもんか。ありがとうございました。浦上駅前でございます。忘れ物の内容を注意ください。浦上駅前でございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。浦上駅前でございます。九州の路面電車って結構なんか車内放送うるさいというか賑やかなイメージがありますね。なんか CM が流れたりとか、うん、そんなイメージがあります。赤坂駅発車をいたします。閉まります。はい、進行。はい、進行。はい、ありがとうございました。次は大学病院前でございます。総理の方お知らせください。止まれるかな。止まれ、いや止まれた。ギリ止まれた。はい、信号お待ちです。お待ちください。やれやれっていう感じがします。動きます。ご注意ください。ありがとうございました。大学病院前、お知らせがなければ通過となります。ご乗車のお客様がおられますので停車をいたします。はい、お待たせしました。赤坂行きでございます。赤坂行きです。
はい、発車します。途中から。はい、閉まります。はい、次浜口町止まります。信号待ちお待ちください。だんだんつかめてきたよ、このブレーキの感じね。20キロで全制動を取れば止まれるんですね。なるほど。どれ遅れてないかな。村上車庫22分。珍しく余裕っぽいな。はい、あ、お待ちください、お待ちください。行っちゃいけないやつだった。危ない危ない、行ってしまうとこだったわ。皆様にお知らせをいたします。あ、そっか、これで行こう。皆様にお知らせいたします。小田急のアップデートが来た模様でございます。赤坂到着後アップデートいたしまして、小田急に戻りたいと思います。次の電停は軌道上にママレモンが巻かれています。油が取れてよく止まるんじゃない。長いね。ちょっと待って、せっかく余裕だったのに厳しくなってきたんじゃない。長い。はや、来た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 。はい、発車をいたします。フライングスタート。あれ。まだ、あ、来た来た。はい、動きます。ご注意ください。ありがとうございました。浜口町に着きます。降り口は前扉でございます。降りの際運賃はお釣りのないようにお願いいたします。両替方式でございます。ご協力お願いいたします。浜口町です。浜口町、ありがとうございました。浜口町、はい、浜口町でございます。ありがとうございました。小田原さん、いらっしゃいです。今日は長崎電機を運転しています。閉まります。よし、よし。制限20。あ、次は津山町に止まります。毎回見てたら楽しいです。ありがとうございます。あ、終わったね、20ね。次、松山町でございます。降りの際はお忘れ物のないようお願いいたします。また降りの際は運賃をご用意ください。小銭のご用意をお願いします。お釣りは出ませんのでご注意ください。松山町です。はい、ありがとうございました。松山町です。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。松山町でございます。他よろしいですか。閉まります。発車します。車来た。
怖い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 。ちょっと待て、遅れるんじゃないの？大丈夫かな？あ、やばい、一旦停止止まれないかも。あ、止まれない。なんでここで一旦停止なんだろう。まもなく大橋でございます。お知らせございませんでしょうか。鬼の方、お知らせください。今の一旦停止は何だったんだよくわからない一旦停止だった。なんだろう。はい、大橋、お知らせないので通過いたします。はい、浦上車庫止まります。一旦停止。一旦停止って書いてあるから一旦止まらなきゃいけないな。止まってからの次止まります。ご乗車ありがとうございました。はい、ありがとうございました。浦上車庫でございます。忘れ物のないようにお願いいたします。浦上車庫でございます。都電車庫が都電車庫で都電が止まってる系統だっけ。止まってそうな、止まってそうな、止まってなさそうな。車庫前でございます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。よく喋る運転手さん降りちゃいました。はい、赤坂行きでございます。まもなく発車をいたします。何分遅れてんの？2分遅れ。はい、閉まります。出発進行って言ったね。出発進行名誉し。おい、ちょい。もう。あ、都電止まってる。止まってますね。次は岩屋橋でございます。次止まります。お降りの際は忘れ物のないようご注意ください。すごい。これ作るの大変だったろうなどこで切っていいか難しいですよね。はい、岩屋橋でございます。ありがとうございました。ありがとうございました。チケット1枚ください。あのバス、それはバスですね。よし、発車します。よし、寿命縮むな。いや本当ですよ、ドキッとする車も飛び出してくるしね。でも路面電車の運転手さんってでも結局そういうことでしょ。いや大変だ。鉄道のね、鉄道線の運転手さんは前がちゃんと確保されてますからね。はい、長崎大学前止まります。
忘れ物のないようにお願いします。長崎大学前です。はい、どうぞ。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。こういう人いますよね、歌舞伎町なんて感じの喋り方をする人。ありがとうございました。締まりは信号待ちです。お待ちください。開けてあげようかな。いいか。いや、うん、よいしょ、出発進行。次は若葉町マルシャナストロー前でございます。あ、次は若葉町止まります。進行。進行。はい、ありがとうございました。若葉町です。はい、ちょっと前に行き過ぎましたね、少し戻ります。はい、ちょっと戻ります。はい、若葉町。若葉町いらっしゃいます。はい、どうぞ。はい、ありがとうございました。はい、あ、失礼します。はい、千歳町とあります。なんでここで一旦停止が出てくるんだろう。なんかバグってるな、やっぱり。今の一旦停止もよくわかんないですよね。おい、知ってた。お待たせしました、千歳町です。ありがとうございました。小銭のご用意を願います。千歳町です。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、千歳町です。ありがとうございます。はい、発症いたします。あ、信号待ちです。その名前お待ちください。いつ変わるかが分かんないんですよね。まだかな。ちなみにこれ作るときに実際に各信号の時間測ったらしいですよ。はい、よしよしまーす。もっと失礼。次は昭和町通りでございます。これは行っていいのかしら。行っていいんだな。よし、まもなく次止まります。わ、はい、昭和町通り止まります。ご乗車ありがとうございました。小銭のご用意をお願いいたします。昭和町通りでございます。はい、ありがとうございました。でもピンポン、これはそうか、どうなんだろう、 IC カード当時なかったのかな、どうですかね。はい、昭和町通りです。あ、失礼します。よし、下がってる下がってる。次は住吉平戸止めおしゃれ止めが終わりますから9番です。はい、次住吉止まります。進行。
はい、すみませんでございます、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、失礼します。はい、ありがとうございました。まもなく赤坂に着きます。降りの際は忘れ物落とし物ないようご注意ください。なお運賃はお釣りは出ません。運賃箱はお釣り出ませんので、あらかじめ両替をお願いいたします。この案内は進行出てきた。ありがとうございました。赤坂を終点です。忘れ物のないようにご注意ください。赤坂を終点です。よいしょ。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、よいしょ。